タングはアメリカ海軍の潜水艦。タング級潜水艦の一番艦。艦名は西インド諸島に生息するニザダイにちなむ。その名を持つ艦としてはバラオ級潜水艦22番艦以来2隻目。タングは潜水艦水力増強計画に従って設計された最初の潜水艦であった。その特徴は艦砲を廃止し、 船体外部を合理化、司令塔をセールとして、水中行動のために設計された新型スクリューと装備し、より多くの換気装置及びシュノーケルマストを装備、バッテリー容量は2倍に拡張されていた。タングは1949年4月18日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1951年6月19日にリチャード、 岡カーン夫人によって、命名、浸水し、1951年10月25日に、艦長、EP ヒューイ中佐の指揮下収益する。東海岸沿いの大焼け身及び訓練の後、タングは、太平洋艦隊潜水艦隊、第一潜水船隊に配属された。母校の真珠湾を拠点としてタングは、ハワイ海域で活動し、水上艦艇及び航空機部隊の、 対潜水艦戦演習に支援を行い、加えて、定時の訓練も行った。1953年10月にタングは、最初のオーバーホールを行い、1954年7月に、作業は完了した。ドックから出去し、タングは、最初の西太平洋配備に向けて、訓練を行う。配備は9月に始められ、1956年3月に、 真珠湾で完了した。その後は、ハワイ海域で6月まで活動し、続いて、アラスカ海域での訓練に向けて出航した。8月に、真珠湾に帰還し、間もなく2度目のオーバーホールを開始した。1966年7月20日、タングは2度目の西太平洋配備に出航する。タングは、第7艦隊及び海上自衛隊。 台湾海軍及びシア島の部隊に対して訓練の支援を行った。極東海域での活動期間外、タングはハワイ諸島海域で活動し、新珠湾海軍交渉でオーバーホールが行われた。また、配備中にタングは5回北アメリカ北西へ巡航した。1959年3月、寒冷地訓練巡航の間にタングは、 シュノーケル氷結防止装置の試験を行った。さらに、ワシントン州、キーポートの海軍水雷試験ステーション及び、ブリティッシュコロンビア州エスクワイモルトのカナダ海軍の訓練支援を行った。1961年2月後半に太平洋北西部に戻り、その後真珠湾で4回目のオーバーホールが行われ、作業が完了すると成長訓練及び艦隊演習。 スラメックスに参加した。2年後、タングは、アメリカ北西部への3回目の巡航を行った。艦隊対戦演習に参加し、1964年5月、及び6月には、西海岸で、オーバーホール後の成長巡航を行う。続く4年間で2度の配備を完了、タングは、最終となる5回目の巡航で、西海岸に向けて出航した。2ヶ月後、 ハワイ諸島海域での作戦活動を再開し、その後1969年1月中旬に大西洋西部へ8回目の配備に向けて出港した。タングの9回目の配備は修理を呼び、ハワイ海域での訓練の後に行われ、1970年8月から1972年2月まで続けられた。真珠湾へ帰還すると、 沿岸での活動を再開し8月まで継続、その後新珠湾海軍造船所に入居した。ドックでは広範囲な修理及び回収が行われ、その中には、パンケーキ型の3機のゼネラルモーターズ製エンジンを、フェアバンクスモース製エンジンに換装する作業、セールの広範囲な回収新型ソナーを収めるためのセクションの挿入による、船体の延長、 電子機器と換気システムの近代化が含まれた。これらの作業が完了すると、タングは排水量が600トン増加し、船体は22フィート延長された。1972年5月、新たな船体番号アグスマイナス563が与えられたタングは出去し、母校をカリフォルニア州サンディエゴに変更する準備を始めた。 会場での10日間及びサンフランシスコでの2日間を過ごした後、タングはサンディエゴの海軍潜水艦施設に到着した。タングは第3潜水船体の第32分艦隊に加わり、翌年はメアアイランド海軍造船所で2ヶ月間の有効性確認が行われた後、駆逐艦及び航空機部隊に対して対潜水艦船訓練の支援を行い、その後、 通常任務を再開した。1973年4月2日、タングは10回目の西太平洋配備に向けて出航した。この配備では、第7艦隊及び様々な国の海軍部隊とともに、水上、航空機による対潜水艦船演習に参加した。横須賀、佐世保、賃海高尾及び、富山を訪れた後に、 タングは1973年10月12日にサンディエゴへ帰還した。30日間の非番期間の後、沿岸での活動を再開し、南アメリカでの演習、ユニタス XV への参加準備を始める。1974年10月2日、南へ向けて出港し、アメリカ海軍、チリ海軍、ペルー海軍の水上艦艇へ及び、潜水艦との訓練に演習を行う。 ユニタス XV が完了すると、タングはメキシコのアカプルコを訪問し、その後サンディエゴに12月16日期間、クリスマス休暇に入る。1975年はサンディエゴを拠点として通常任務に従事する。1976年1月11日、タングはメアーアイランド海軍造船所でのオーバーホールを開始し、 作業は1977年1月20日に完了した。3月に短期間の中部太平洋における配備を除いて、タングは1977年の残りと78年前半を母校のサンディエゴを拠点とする通常任務に費やした。8月1日、母校がコネチカット州グロトンに変更され、船体番号も SS-563 に、 変更された。タングは8月23日にサンディエゴを出港し、パナマ運河の通過に続いて9月30日にグロトンに到着した。1978年の残りは、イラン海軍の兵士に対する訓練及び、大西洋艦隊の訓練任務支援に従事した。タング及び2隻の姉妹艦はイランに対応される予定であったが、1979年の イラン革命によってキャンセルされた。その代わりにタングはトルコに退与された。1980年2月8日、アメリカ海軍で最も古いディーゼルエレクトリック推進潜水艦であり、大西洋艦隊で運用された最後の通常、潜水艦であったタングは退役した。タングは1987年8月6日に除籍され、トルコに売却された。トルコ海軍では、 オスマン帝国の帝徳であり、世界地図の作者として知られるピーリー・レイスにちなんで、ピーリー・レイスと命名された。ピーリー・レイスは2004年8月にトルコ海軍を退役した。タングは、ベトナム戦争における戦考で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。